エバーグレーズの付着藻類自然生息地のユーストロンバス、ギガスの殻は付着藻類で覆われている。付着藻類はほとんどの水性生態系の表面に付着した藻類、卵巣などである。従属栄養微生物、デトリタスと複雑に混じっている。関連用語の付着生物は固着性植物の一部など水性環境の開けた表面に付着する。 小さな動植物の集まりを意味する。付着藻類は、無脊椎動物、オタマジャクシお玉弱子、及び一部の魚の重要な食料源として機能する。また、汚染物質を吸収でき、水中から汚染物質を取り除き、環境中の移動を制限する。付着藻類は、水質の重要な指標でもある。汚染物質に対する、この群衆の反応は、 群衆レベルの生理学的な変化を表す様々な基準で測定できる。汚染誘導コミュニティ体制研究などの実験システムとして、付着藻類はよく使用されてきた。海洋及び淡水環境の両方において、藻類特に緑草及び珪藻付着藻類群衆の主な構成物である。小さな甲殻類、臨形動物及び原生動物は、 淡水や海にも生息しているが、昆虫の幼虫や貧猛類、クマムシは淡水の付着性動物症に特有のものである。付着藻類群落は個体、養存汚染物の除去のための養殖用飼料生産システムに利用されている。露化性能が確立され、養殖飼料としての応用が研究されている。付着藻類にとってのリスクは都市化に起因する。 スプロール現象に伴う濁度の上昇は、付着藻類を窒息させ、生息する石からの剥離を引き起こす。有害な化学物質の除去や濁りの低減に重要な役割を果たす。付着藻類は、以下の理由で水質の指標として機能する。多くの水生動物は広範囲に付着生物を餌としている。特に、マラウイコのムブナシクリッドは、 付着生物を餌とするために適応した魚の例としてよく知られている。例として、ラベオトルフェウストレワバサエやゼブラなどが挙げられる。それらはスクレーパーのような葉を持っており、岩から付着生物をそぎ取ることができる。海洋生物群衆では、付着生物という食料源は、そのようなカサガイやウニなどの動物にとって重要なものである。 付着する基盤により、以下に細分することがある。EPA, Rapid Buy Assessment Protocols, For u s e i n Streams and Way d i b l e Rivers, p プリファトンベンサック・マクロ Macron, ッツ・ r t a b ィ a シ s a n d Fish, Edition, EPA-841B-99 から002、1999年7月、日本陸水学会。陸水の時点。講談者。 P405 から406,417、ISBN4 から06から 155,221X。ありがとうございます。